ハマーン。2016年9月26日。触れたもの全てが1万円札になるぜ。ただし、一度片方の手を変えると戻せないものとする。欲しい？使いづらいからいらん。握手会行っちゃいかんのか？女もだけんやんけ。自分に触ると顔が福沢諭吉に。どっかの小学校教師みたいに片手に手袋してればええやん。手袋が1万円札になるだけだろ。1万円札で手袋作ればええ。1枚の1万円札になるんやで。どっかの王様に遠く及ばない欠陥能力やんけ。1万以上の価値のものを1万円に変えたら精神的ダメージでかい。風俗行っても上が1万円になってまうやんけ。意味なしやね。左手変えて一生分の金手に入れたら左手切り落とす。触れた瞬間に1万になるからどんな攻撃も無効やぞ。1万円で切り落とせばええやんけ。いらねえ。そもそもお金がそんなあっても何がいいのかわからん。家族やしないる分あればそれ以上いらねえわ。地面に触ったら地球なくなるやんけ。不便すぎる。処分に困るものを紙一枚に変えるゴミ処理機としても使えるな。仕掛けてるんを？暗殺者になれるな。でかいビルとかに触れてそれが1万円になったら中にいた人は全滅するんか？握り拳作って、ガムテープで巻いとくのはどうや？ドラえもん状態。ガムテープも1万円に変わるぞ。肌身離さず革手袋してればええだけやん。余裕でやるよ。革手袋も1万円に変わるぞ。あのなぁ、能力ってのは基本パーソナルリアリティって言って自分の定義の中で決められていくもんなんだよ。学園都市の超能力や古くから伝わる念能力をかじってればそんくらいわかるはずだが。突っ込んでろ算した。お前ら一の分よく理解できるな、意味不難やが。触れたら1万円にする手を一度導入したら、二度と解除できへんってことやろ。能力のオンオフ機能があるなら欲しい。なかったら欠陥にも程がある。自分じゃなくて奴隷の手でやりたいな。一の手を変えてから腕ごと切断する。手を切り落とされて盗まれるわな普通。一万円札を大量生産して見つけば、片思いのあのこともやれるかもしれんで。砂触ったらすごいことなりそう。風呂に手を突っ込んだら札束風呂になるんか？触れたものすべてが手になる1万円札の方がええな。ふとした瞬間に自分触って自滅する未来しか見えへん。両手で鼻噛めなくなるんやな。万札で鼻噛むんやで。ただし足で触ると元に戻るものとする。というか空気に触れてるだけで無尽蔵に1万円が湧き続けて生活できんやん。ほんまどうすんねん。想像したら臭い。窒素酸素水素が1万円になる。手の周囲に真空を作り出すしかないな。手汗は1万円になるんか？答えろ。手洗うときどうなるんや？水が次から次に万札になるんか？寝てる間に寝具意識1万円札になってるとか嫌やな。寝るときどうしたらええんやろ。ベッドが消える、床に落ちる、床が消える、家がなくなる。寝て起きたら地球が1万円札になっとるで。まあ1万円札を問題の手にペタペタ貼り付けとけばええんやけどな。それも結局一つの1万円札に変換されるやろ。何かを触るとき1万円で包んで触らないといけないのか。ドア開けようとしたら家が1万円になるんやろ。ちょっとつまずいたら地球が1万円札や。どうすんねん。防ぐには1万円札で手をぐるぐる巻きにするしかないんやろか。しかしどうしてもというなら24時間触り続けなければ1万円札にならないものとする。時給換算でいくらになるんやそれ。年利益364万とかいうなんとも言えない状況やな。ビーズとかを500個くらい握りしめるだけで日給500万やん。一発目で自分触るわ。でも1万円札になっても意識あったら地獄やな。物になっていろんな人の間を渡り歩く話とかぶん面白そう。江戸川乱歩の小説でありそうやな。今回は触れたものすべてが1万円になる手すれを紹介したよ。ご視聴ありがとうございました。